NHK 広島放送局原爆の絵運動は日本の市民運動の一つ。広島市への原子爆弾投下の被爆者である男性が自作の原爆画を NHK 中国本部へ持ち込んだことをきっかけにして始められた。被爆者自身によって被爆後の広島市の山状絵に残し、被爆体験を後世に継承しようとする運動である。この運動によって集められた絵は その後の21世紀に至るまで、日本国内、日本国外の双方で、被爆の実相を伝える役割を担っており、大きな反響を呼んでいる。市民の手で原爆の絵を残そう運動とも言う。万代ダイ九1 9 7 4年5月、当時77歳の男性が、一枚の絵を携えて、NHK 中国本部を訪れた。男性は、広島原爆の被爆者であり、 絵は被爆直後の万代橋付近を描いたものだった。彼は、広島原爆を扱ったドラマである連続テレビ、小説、鳩子の海を見たことを機に、自身の目撃した被爆直後の光景を、どうしても死ぬまでに描き残したいと考え、その絵を描いたと語った。当時の NHK 報道番組版後の放送総局長である、原田とよひこは、その絵の迫力も、去ることながら、 70歳代を過ぎても、なお約30年前の被爆当時のことを鮮明に、覚えている、記憶力に衝撃を受けた。このことで NHK では、被爆者たちに、当時の体験を絵で表す、よう依頼することが発案された。被爆者たちの老齢化は年を追って進み、一方では、被爆地である広島においてすら、原爆を知らない若い世代が、人口の半数を占めるまでに増えていた。 被爆体験を継承し、体験を被爆者一代で終わらせないことが目的であった。同1974年6月、NHK の朝のローカル番組で、その男性のエピソードをもとに届けられた一枚の絵が放送され、広島市民の手で原爆の絵を残そうと、絵の募集が始められた。広島市出身の画家である四国五郎も出演し、共に絵の募集を呼びかけた。ついで ニュースやお知らせの時間を通じても絵の募集の呼びかけが続けられた。NHK 内では年老いた被爆者たちが描き慣れない絵を描くかどうかといった意見もあった。しかし、そうした危惧とは裏腹に番組終了から間もなく次々に絵が寄せられた。90歳の老人の描いた絵もあれば、被爆当時6歳、応募時36歳の主婦の絵もあった。 平均年齢は七十五歳で、原爆のことを語ったり家に残したりするのが初めてという被爆者がほとんどだった。寄せられる絵の半数近くは郵送であり、残りの半数は、年老いた体の被爆者たちが NHK まで直接足を運んで絵を持ち込んだ。中には、遠い道のりを不自由な体で届けた被爆者や、広島から約七十キロメートル離れた山口県、田臥町から、 雨の中をバイクで駆けつけた者もいた。絵の作者である被爆者の大多数は、被爆時の辛い記憶を封印して生きてきたことで、絵を描くまでには葛藤があったが、描き始めてからは一気に描き上げたと話した。折しも1960年代後半から1970年代にかけては高度経済成長の歪みが噴出したこと、ベトナムに平和を。 市民連合のように規制の政治団体や既存の規約にとらわれない市民運動が誕生し始めていたこと、原水爆禁止運動の政治的分裂が続いたことで原爆体験の継承を模索する新たな動きも現れ始めていたことといった時代背景があった。これらを受けて当時の関係者は原爆の A と市民とを結びつけ NHK による A の募集を メディアと市民との連携により実現した歴史的な記録事業と位置づけていた。広島平和記念資料館、同1974年8月1日から6日間、これらの絵が広島平和記念資料館で展示された。来場者は約2万人に上った。感想ノートには多数の感想が書き込まれ、ノートの数は18冊に上った。開催中にも絵が次々に寄せられ、 会場内でも絵を描くことを希望する来場者により、絵が増えたために、会場は当初準備された広さの倍にまで広げられ、壁面は天井近くまで絵で埋め尽くされた。被爆30年にあたる翌1975年4月より、NHK では再び絵の募集が始められた。翌5月時点には、すでに新たな300枚の絵が寄せられていた。前回募集時にも、 絵を寄せ、新たに病床の中で5枚の絵を描いた男性もいた。5月6日には NHK で、広島リポート、市民の手で原爆の絵を、今年も描き続けるが放送された。同1975年7月、これらの絵のうち104点を収録した、絵画集、豪華を見た市民の手で原爆の絵をが、NHK 出版協会から発刊された。同月より、 広島県や中国新聞社などの主催による広島原爆の記録展で300点の絵が各種原爆資料と共に展示された。開催地は札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市の主要5都市で6日間の開催期間中に約4万人が来場した。原爆投下日である同1975年8月6日には NHK 広島による ドキュメンタリー番組、市民の手で原爆の絵を、が放映され、集められた絵が一枚一枚紹介された。この番組は、全国放送されて、大きな反響を呼び、絵の募集運動はさらに拡大した。この番組は、放送批評懇談会による、第34回ギャラクシー賞、同年度の放送文化基金賞を受賞した。後には英訳され、国際連合にも寄贈された。 同1975年12月、これらの絵はすべて広島市に寄贈された。翌1976年に平和資料館の管理、運営組織である広島平和文化センターが発足した後、絵はすべて同センターに譲渡された。同館からの貸し出しの際には、損傷を避けるため、透明ビニールとジュラルミンケースでの放送で行われる体制が整えられた。 1993年には歴史家の家長サブローラの変による広島長崎原爆写真絵画修正が発行され、その第5巻と第6巻でそれぞれ広島と長崎の被爆市民が描く原爆の絵として紹介された。これにより広島と長崎の被爆者たちによる絵は市民が描いた原爆の絵として知られるようになった。21世紀以降、 平和資料館による絵画作品のデータベース化に伴う追跡調査により、これらの絵の作者の70%が個人であることが判明した。このことが契機になり、2002年には再び、広島市、長崎市で絵の募集が行われた。この募集活動には、広島市や中国新聞社も参加した。この結果、広島では八十四人による百三十八点の絵、 長崎では130人による300点の作品が集まった。その後の2013年には絵の数は4256点に上った。2000年代以降、これらの原爆の絵は平和資料館で常時展示されており、同館の公式ウェブサイトでも一部が閲覧可能である。この運動によって集められた絵は、日本国内のみならず、日本国外での原爆展において展示されることも、 多い。九百七十七年には前日の画集、豪華を見た市民の手で原爆の絵を、が英訳され、アメリカのパンテオンブックスより、アンフォゲッタブルファイアの台で出版された。第二回国連軍縮特別総会が開催された九百八十二年には、アメリカ十六州の二十九都市とカナダの一都市で、市民が描いた原爆の絵展が六十八回にわたって、開催され、最終日には、 ニューヨークの国際連合本部ビルで、これらの絵が2週間にわたって展示された。この開催中、広島原爆の被爆者でもある、半核運動家の松原美代子、アメリカの平和運動家であるバーバラ・レイノルズらが、延べ11万人を超える人々に、核廃絶を訴えた。バーバラはこれらの絵を通じて、アメリカの核開発の危険性を訴えるべく、広島に落ちた原爆は、 結局はアメリカにも落ちているのです。核実験や原子力発電所の作業に従事した人たちの上に、その周辺の住民たちや子供たちの上にと述べた。このアメリカでの運動の模様は、アメリカでは、ロサンゼルスタイムズが網で2ページにわたって大きく取り上げられ、サンフランシスコエグザミナー、サンフランシスコクロニクル、ニューズウィークなどでも報じられるなど大きな反響を呼んだ。 日本では NHK 特集、これが広島打原爆の絵アメリカを行くとして放送され、同年度の地方の時代賞の特別賞、放送批評懇談会によるギャラクシー賞の第20回月間賞を受賞した。また、同1982年、アメリカとカナダに加えて、イギリス、オーストラリア、ニュージーランド、東西ドイツ、フィンランドなどの美術館にもこれらの絵が貸し出され、 大きな反響を呼んだ。1983年には、これが、広島田原爆の絵アメリカを行くの英語版が制作されて、アメリカ各地で紹介され、アメリカとカナダで、半角大集会が開催されるきっかけにもなった。同年、シカゴの平和博物館からの依頼により、シカゴで展覧会が開催され、大成功を収めた。アイルランドのロックバンドである U2 のアルバム、 ザ・ h ンフォゲッタブルファイ b l は、このシカゴでの展示の影響を受けて制作されたもので、ある。2005年には、原爆の惨事と平和の尊さを、日本国外にも広く訴えることを目的とし、市民の手で原爆の絵を含む NHK の3つの番組が、アジアやヨーロッパ、南アメリカなど15カ国の放送局に、無償で提供された。 原爆をテーマにした作品の日本国外への無償提供は、これが初めてのことである。NHK に最初に持ち込まれた絵は、画用紙にサインペンで描いたものであった。その後に集められた多くの絵も、鉛筆画もあれば、クレヨン、フェルトペン、色鉛筆、墨、子供の使った絵の具の残りなど、用具は様々である。また用紙も画用紙は元より、カレンダーや広告の裏、 ふすま紙、子供のいたずら絵描きの裏など、ありとあらゆる身の回りの紙が利用されている。絵の大きさも様々であり、匿名の絵もある。NHK 番組の市民の手で原爆の絵を残そうで四国五郎が、紙は何でもよい、ノートの切れ端でも、広告の裏でもよいと呼びかけたことも、絵心のない者たちに制作を促す後押しとなっている。絵の作者の多くは、 学校を卒業してから絵を描いたことなど未経験の全くの素人である。それだけに素人の稚拙な画力で描かれた原爆の絵は絵画的表現がシンプルでかえって胸に迫ってくるとする意見もある。1994年の平和資料館での展示ではある女子大生からこんなに下手な絵ばかり並び立てた展覧会がかつてあったろうかその下手な絵に これまで見たどんな絵よりも激しく心を揺さぶられたとの感想も寄せられた。反核運動家の佐伯敏子は、祈り、悲しみ、怒り、虚しさがすべてこれらの絵の中にあるとして、原爆の絵ではなく、絵人間と表現している。また、原爆を視覚化した資料は大変少なく、そのほとんどは、アメリカ軍によるフィルムで、科学、軍事としての視点から、 広島の惨状を捉えたものである。それに対して被爆者自身による絵は、被爆体験が人間的な惨事として描かれていることが、アメリカ軍のフィルムとは大きく異なる特徴であり、原爆被害の実態を証言するための貴重な資料だとする意見もある。NHK プロデューサーの桜井人氏は、映像として残されている原爆の記録は、 人員や機材が限定されるために資格が生じやすく、これらの原爆の絵はその資格を明らかにするものだとして、写真やフィルムでは到底表現し得ない原爆の実相、と表現している。政治学者の浅い気分、社会学者のただの秋子らは、以下のように表している。一枚一枚の絵の強烈さは、私の覚悟を遥かに上回って、私の気持ちを締め付け、押さえ付けた。 あえぐような感じでようやくすべての絵を見終えた後、私はしばらく呆然となって思考停止になっていた。ショック状態というのはこういうことを言うのだろうと思う。これが原爆だ、被爆するとはこういうことだという圧倒的な事実の重みに私は打ちひしがれていたのだ。一枚一枚の絵は見るものをしてそんな気持ちに追い込まずには置かない。それはまさに 原爆地獄に突き落とされた人々の網膜に焼きついた紛れもない真実であったがゆえに無機質な写真を遥かに超える迫真力で見る者の五の感を麻痺させるのだと思う。浅い気分、広島平和記念資料館2007、ピアニッシュも9から10より引用、市民が描いた原爆の絵には人を揺さぶる力がある。国内外の各地で模される絵の展示会場では息をのみ、 食い入るように見入ったり、涙を浮かべたりする見学者たちが数多く見受けられる。技法的に洗練されているとは言いがたいが、そこに描かれている情景に少なからぬ衝撃を受けるのだ。ただの秋子、広島平和記念資料館2007、P77 より引用日本国外においては、前述の英訳版画集、アンフォゲッタブルファイアの出版時に、アメリカのジャーナリストであるジョン・ハーシーが、 そこに記録されているものが被爆者の脳裏に焼きついたものであるため、核の惨劇を伝えるあらゆる写真集よりも感動的と推薦の言葉を述べた。1982年のアメリカでの展覧会では、ミシガン州バトルクリークの地元紙、バトルクリークショッパーニューズ市場で、絵は未熟ではあるが、インパクトを高めるものであったと報じられた。 シカゴで集会が開催された際は、これらの絵をいつでも見られる、よう、平和博物館に常時展示してほしいとの希望も寄せられた。その他のアメリカ各地の展示会では、感動的で力強い絵、この恐ろしい原爆の絵を描いてくださった人たち、神様に感謝いたしますなどの感想が寄せられた。一方で絵を描いた被爆者たちは、こんなもんじゃない、百年に描いても描き尽くせないと、 実際の惨状を描ききれない、もどかしさをとろしている。展示会に訪れた被爆者たちからも、あの匂いがないと、体験と絵とのズレを指摘する声もある。ありがとうございます。